バリューアップ事業本部電気 DX 事業部福岡拠点の平野浩一郎です。アコースティックギターのサークル活動です。サークル自体が100名ほどの大きなサークルだったため、イベントの運営担当としてメンバーをまとめ上げることに注力していました。電気 DX 事業部では電力会社の切り替えのご案内を行っております。法人のお客様の電気料金の削減のため、お客様に合った電力会社を提案しております。最近は仕事にも慣れ、初月から目標を達成することができました。プライベートでも同期がアウトドアなこともあって、体を動かす機会が増え、プライベートもアップデートをしています。マイズは商材の幅が広く、ここならお客様に合った商材を提供できると思ったのが一番の決め手です。福岡拠点は皆さん穏やかで優しい人が多く、入社した当時も温かく受け入れてくれたことが印象的です。営業だからギスギスした雰囲気があると思うかもしれないんですけど、そんなことなくて、お互いにサポートし、みんなで目標達成できるよう努力できる拠点です。福岡拠点は若い責任者が多く、知識や経験が多く詰めることが魅力だと思います。歓迎会や決起会など頻繁に行っており、拠点全体も仲がいいです。なので入社していただいたらすぐに馴染めると思います。社会人になって自分らしく働くためにも、自分のことをしっかり分析して就活の軸を決めてほしいです。大きな決断になると思うので、悩むと思いますが頑張ってください。次は大阪拠点の小島さん、よろしくお願いします。